願ヨガ。Tap here for your language. 娘さんもあなたの目元の変化を喜んでるって？おめでとう！顔のたるみは揺らせば消える。さらに目の下のたるみを引き上げていこう。顔の上半分をほぐして、燃やして。私と一緒に20歳若返ろう。鏡を用意して始めるよ。Here we go! それでは背筋を伸ばして、まず肩を耳の方に近づけます。息を吸って、吐いて、リラックス。吸いながら、ぎゅーっと寄せて、リラックス。吸って、吐いて。吸って、吐いて。自分のペースで続けます。最後に吸って、吐いて、リラックス。今度は片方の肩に手を置いて、反対側に顔を倒して首筋を伸ばします。深呼吸しながら、少しずつ首筋が伸びるのを感じます。意味の美顔ヨガへようこそ&お帰りなさい。今日も美しくなることを選択したあなたは偉い。はい、ゆっくりとお顔を上げて、今度は反対側に伸ばします。美顔ヨガは自分のペースでゆっくりと行ってください。痛みと対話しながら気持ちいい範囲で行ってね。無理やりやると逆効果だから注意してね。ゆっくりとお顔を上げて、胸の下の肋骨に手を置いて、息を吸った時に膨らむのを観察します。吸って、膨らんでるのを感じて、吐いて、その時に吐きながら少し肋骨を揺すってあげます。吸って、吐いて、吐きながら優しく揺さぶってあげます。意味の美顔ヨガは毎日行うことができます。朝昼晩好きな時間に実践してくださいね。次に反対側も同じように肋骨に手を置いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、次は肩まで伸びるこの鎖骨を挟みながら揺らしていきましょう。深呼吸しながら順番に鎖骨の溝に沿って揉んでいきます。鎖骨も実は呼吸と大きく関係している場所なんだよ。あなたの呼吸がもっとスムーズになるように、優しく優しくマッサージしよう。広告の間も手を止めないで。それでは耳の下のこの筋をぎゅっと掴んでほぐしていきましょう。深呼吸しながらこの鎖骨までつながるところをほぐしていきます。
今度は反対。次は耳を掴んでしっかりとほぐしましょう。深呼吸しながら耳がしっかり温まるまでよく揉んでみましょう。付け根の方も引っ張って折って揉んでもいいです。耳にはお顔を美しくするたくさんのツボが集まっているの。しっかりほぐせばあなたのお顔の血流をせき止めていたたくさんの門が解放されていくよ。次はこの側頭部の硬さを感じながら根元から捉えて揺らします。優しく呼吸しながら頭皮をしっかりと動かしていくようなイメージ。今度はこの辺ですね、こうやって指で捉えて揺らしていきましょう。頭皮はあなたの顔の土台、この部分をほぐすことで何倍も効率的に効果を引き出せるんだよ。ここは一番緊張しやすいところなので、よくしっかりと根元から頭皮を捉えて動かしていくようなイメージ、揺らしましょう。広告の間も手を止めないで。鼻から優しく吐く方にだけ集中してください。長く細くと風をおへそのあたりまで送っているようなイメージで、吐く方にだけ集中して吸うときはただリラックスします。この呼吸を続けながら目頭の横に人差し指を置いて、ここを優しくマッサージしながら先ほどの細く長い呼吸を続けます。細く長い呼吸、これこそがあなたの鼻の形を整えるのに欠かせない秘密のテクニック。ゆっくりと優しくおへそまで呼吸を届かせてね。吸うときはリラックスして、吐く方にだけ集中して優しく優しく吐きます。眉毛の下の骨の角のところに人差し指を置いて優しく揺らしながら続けます。長く細く優しく吐いて、吸うときはただリラックス。思いっきり吸わないで、優しく優しく長くおへその方まで吐いて、吸うときはリラックス。続けます。眉毛の上のここの空洞の部分に向かって息を吸い込むようなイメージで吸って、吐いた時に揺らします。ここから吐くようなイメージで
吸った時にここまで吸って、吐いた時に揺らしながらここの位置からしっかり吐き出すようなイメージで。実はこんなところにも副鼻腔の穴が開いている。この位置まで優しく吸い込んで空気を感じて。あなたの指先の温かさを感じて。あなたの眉毛の後ろにある空洞が呼吸とともに浄化されていきます。あなたの鼻が心地よく呼吸しているのを観察しましょう。それではここの部分を使ってこのほうれい線に沿わせます。こういうふうに置いて、で鼻の横、ここにもこう人差し指がこういうふうになるようにします。ここに顔面動脈というのがあります。でここの位置、このまま優しく呼吸して指で覆っていきます。顔面動脈は顔の血行を司る大きな血管。この部分を温めるとあなたのお顔の血行は改善し、新陳代謝が高まる。あなたのお顔を美しく生まれ変わらせることに大いに貢献するんだ。ゆっくりと深い呼吸とともに、あなたの鼻の血液が脈打つのをイメージしよう。はい、次は背筋を伸ばしてまっすぐに座ります。でお顔も正面を向けて、まず片方の鼻を親指で押さえます。まず右を押さえていますので、左の鼻孔だけで吐いて、優しく吐いて、吸う時は優しく針と糸をスーッと頭の内側に通すようなイメージで吸います。人差し指で押さえて、今度は右の鼻の穴から吐きます。優しく吐いて、で吸った時にまた同じように針と糸を通すようなイメージで、優しく優しく小さく小さく吸って押さえて、今度左の穴から吐いて、優しく吐いて、吸う時は優しく針を頭の内側に通すようなイメージで、小さな穴を少しずつ大きくするようなイメージで吸って、この呼吸法はヨガの伝統的な奥義の一つ。あなたの内側を流れる2つのエネルギーをバランスさせる働きがあるんだ。おでこ全体を関節でこうやってほぐしていきましょう。肘を台につきながら頭の重さを使ってやっていきましょう。ちょっとずつ移動させながらおでこ全体をほぐします。こめかみをほぐしましょう。こうやってつまんで硬いところをしっかりとほぐしていくようにしましょう。目の周りにたまった老廃物をしっかり流して、目の周りの血流を上げていきましょう。細かくつまんであげましょう。次は眼輪筋の周りの上のあたりをつまみましょう。
深呼吸しながら凝ってるところを見つけてほぐして流していきます。骨の周りに溜まった老廃物を流していくようなつもりでつまんでいきましょう。眉毛の下の骨のところにもしっかりと指を入れてほぐしましょう。それでは左右に指を置いてゆっくりとまずは右左右左、絶対に無理をしないで自分のペースで右左と動かしていきましょう。はい、今度は上下に動かしていきます。ゆっくりと上下上下、自分のペースで無理をしないで、頭痛がしたり気分が悪くなったらやめてくださいね。眉毛の下のこの鼻の付け根のところをこうギューッと掴みます。そしてギューッと引っ張った状態で揺らしていきましょう。年齢が上がると眉間に力が入りがちになる。するとあなたのまぶたはそれに引っ張られて垂れてくる。まぶたのたるみは実はあなたの普段の眉間の使い方と大きく関係してるんだよ。しっかりほぐそうね。それでは指の関節を使って目の下をほぐしていきます。優しく骨の周りを刺激していきましょう。それでは目の下の微細な筋肉を発見していきましょう。まずは目の下の外側の筋肉からピクッピクッと動かして、そしたら今度片手で下、そしてこの辺もですね片手で押さえてこうしていくとですね、より眼輪筋全体にギュッと負荷がかかるようになります。ここ離すと楽になります。ここを押さえると強くなります。こう筋肉への負荷が、なのでできる人はここを押さえながらギュッと持ち上げてみてください。まず外側からピクピクって動かしてみます。大きく動かすんじゃなくて微細な筋肉が動いてるかな発見します。内側の筋肉の動きを感じて、ここが動いてるのが分かったら上にも負荷をかけてギュッと筋トレをしていきます。
手では目の下の筋肉を眩しい光を見るようにして持ち上げてください。その動きを指で V サインでね、こう軽く触ることによって動きを確認してみましょう。しっかりと目の下の筋肉が硬くなってるでしょうか。ぎゅーリラックス、ぎゅーリラックス、引き締めてリラックス、引き締めてリラックス。動いてるのが分かったら今度は軽く指先で押してみましょう。ぎゅーっと負荷をかけながら、この押してる時に筋肉がさらに使われているのを感じてください。筋肉で指の重さに抵抗してください。指を弾き飛ばすようなつもりで目の下の筋肉を硬くしてください。吐くときにギュッと呼吸と合わせて、はい、ギュー、はい、リラックス。それでは目頭のすぐ下、ここに2本指を置いてください。でこの鼻側ね、この鼻の付け根のところをマッサージしていきます。年を取るごとに目の下の筋肉と鼻の筋肉は癒着しがちなの。ここをほぐせば目の下は引き上がり、鼻筋はスッと通っていくよ。反対も同じように、それではこう側頭筋のところを少しこう引っ張り上げながら、この目の下のところ、ここのたるんでるところ、この部分に優しくこう豆腐を潰さないぐらいの力で、本当に軽い力で揺らしていきます。このブヨブヨブヨっとしたところをただ揺らしていくようなイメージで、骨や筋肉まで刺激をするのではなくて、このビョビョとした部分だけをこう揺らしていくようなイメージで優しく揺らします。さっき持ち上がりづらかった部分を特に念入りにほぐしてね。顔のたるみは揺らせば消える。息を吐きながら優しく揺らすと、あなたの顔の筋肉の緊張が少しずつほどけていくんだ。結果として顔に張りが出てくる。そんな簡単なことで本当に？と思うかもしれないけれど、私が実践した結果、太鼓判を押せる方法なんだ。反対側も同じように側頭筋を引っ張って、優しくピヨピヨしてるところを揺らします。指の力が完全にリラックスさせた状態。それでは唇を内側に巻き込んで口角を上げていきます。眩しい光を見るように目の下の筋肉を引き上げていきましょう。鏡をよく見て、シワを作らずに目の下を動かせてる？あなたの指先に伝わるかすかな動き、
それが波となってあなたの美しさを作り上げていくの。目の下の筋肉の微細な動きに全集中して。それでは目の下に指を3本置いて揺らしていきます。優しく呼吸をしながら揺らしていきましょう。さあ今日も締めの美顔ヨガ行ってみよう。唇を歯に巻き込んで口角をしっかり上げて目の下を引き締める。たるんでるなんて絶対誰にも言わせない。私たちは一生たるまない顔を手に入れてみせる。だからもっと口角を上げて、もっと頬の筋肉を引き上げて、目の下をしっかりと引き締めて、眉間はリラックスさせて、最高の笑顔で笑うの。だって手に入れたいのは一生たるまない顔。それだけじゃない。誰よりも輝く笑顔なんだから。さらに30秒頑張っていこう。今度は左右交互に引き上げていくよ。左右の筋肉の動きの違いをしっかりと観察しながらやってね。無理やりではダメ。ミリ単位の微細な筋肉を少しずつ動かすつもりで、丁寧に動かせる筋肉を少しずつ増やしていこうね。これまで無意識に動かしてきた自分の表情筋の動きに気づいてあげた今日のあなたは偉い。今この瞬間、5年後10年後のあなたの若さに大きな差を生み出してるんだよ。すごいよね。はい、それでは手を摩擦していきましょう。そしてじわーという熱を感じます。じわ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 、この熱をお顔の冷たいなって感じるところに当てて吸収させていきましょう。じわじわっとお顔が手のひらの熱を吸い込んでいくのを観察していきます。熱を欲しがってるお顔の部位を探して好きなところに当ててあげましょう。たら深呼吸して動かす。今日も丁寧に自分を大切にできたあなたは本当に素晴らしい。今日のあなたの一歩は未来のあなたの美しさに確実につながってるよ。またイミと一緒に頑張ろうね。イミの美顔ヨガのあなたのチャレンジをイミにシェアしてください。あなたのビフォーアフター写真をメールでお送りください。詳細は概要欄を見てね。ビフォーアフター写真をお送りくださった方にはイミさんからあなたのための美顔ヨガアドバイスを動画内で差し上げます。参考になったという方はぜひいいねボタンをお願いします。まだの方はぜひチャンネル登録で応援よろしくお願いします。今のあなたにおすすめの動画はこちら。ぜひ見てくださいね。